ヨシャファとは、ユダ王国の第四代国王である。名前の意味は、主はサバキタモウタである。マタイの福音書の経図では、ヨサバテとされている。紀元前908年頃、朝を父、昼日の娘、アズバを母として生まれた。紀元前873年頃に35歳で、即位し、25年間王として、父朝に従って、主の目にかなう政治を行った。 死生の第三年に、司たちを使わして、主の立法を民に教えた。ソロモンの死後対立していた北イスラエル王国と和解を図り、アハブ王の娘、アタルヤを自分の息子、ヨラムの妻にすることで和解を成し遂げた。紀元前853年頃、ヨシャファトがアハブを訪ねた時、アラムの手からラモテギルアゲを奪還する戦いに参加するように説得された。 アハブ王はその戦いで戦死し、ヨシャファとは敗走した。預言者エフーは彼がアハブと手を組んだことを責めた。もう一度宗教改革を行い、礼拝を促進して、エルサレムにレビジンと祭司からなる最高裁判所を置いた。モアブ人とアモン人が合流して、司会の西のエンゲディを基地として、ユダ王国に侵入してきた。ヨシャファと王は神に救いを求めて、レビジン、 ハジルエルを通して勝利の約束を受けた。彼は賛美の声を上げて軍隊を進めた。アモン人とモアブ人は同士討ちで壊滅した。後、エツヨンゲベルで戦乱を作り、北イスラエルの王アハズヤと結んでタルシシュへ向かわせた。しかし、預言者エディエゼルはアハズヤとの同盟を攻めた。北イスラエル王国のヨラムはモアブから貢ぎ物を取ろうとして、 ヨシャファトに協力を求めた。彼はヨラムと同盟関係を結び、遠征はある程度成功した。紀元前848年頃、60歳で死去してダビデの町に葬られた。ありがとうございます。